こんにちは。今日は、芸能界から消えたと噂される俳優、福士青田さんについてお話しします。福士青田さんといえば、2011年に特撮ヒーロー、仮面ライダーフォーゼで主演を務め、一躍人気者になった俳優です。その後も、恋、空、僕等がいた青、青ライド。 ブリーチなどのは大作に出演し、若手イケメン俳優の代表格として活躍していました。しかし、2021年現在ではテレビであまり見かけなくなり、芸能界から消えたのではないかと心配するファンも多いようです。一体、 彼はどこへ行ってしまったのでしょうか彼がテレビから姿を消した理由とは何なのでしょうか今回は、福士蒼太さんが芸能界から消えた10個もの理由について調べてみました。驚きの事実が明らかになります。福士蒼太さんがテレビから消えた理由として、まず挙げられるのが女優への出現です。2015年に放送されたドラマ、 恋中で共演した女優、本田翼さんに対して、インタビューで、本田翼は女優として魅力的ではない、と発言したという噂があります。これにより、本田翼さんのファンや業界関係者から反感を買ったと言われています。また、2017年には、女優、 有村架純さんとの熱愛報道がありましたが、その後すぐに破局したという噂もあります。これにより、有村架純さんのファンや事務所からも礼遇されたと言われています。さらに、福士蒼太さんは演技力が低下しているという指摘もあります。特に、ブリーチで主演を務めた際には、 原作ファンから批判を受けました。彼の演技は棒読みで感情が伝わらないという声が多くありました。このように、福士蒼太さんは女優への出現や熱愛報道、演技力の低下などでイメージダウンしてしまったということです。しかし、これらの理由は全て確証がなく、 信教性に欠けるものばかりです。実際には、福祉蒼太さんは芸能界から完全に消えたわけではありません。彼は舞台で活躍しています。2021年には、アバランチと神様のカルテに出演し、高い評価を得ました。アバランチでは主演を務め、 神様のカルテでは主人公の親友役を演じました。どちらも超高なドラマで、福士青田さんの演技力は光っていました。彼は舞台に魅力を感じているようで、インタビューで舞台は性の感覚があった。お客さんと一緒に作り上げる感じが好きです、と語っています。また、 2023年には映画、オークに出演する予定です。これは、江戸時代のオークを舞台にした歴史ロマンスで、福士蒼太さんは、将軍、徳川家光役を演じます。これは、彼にとって初めての時代劇で、新たな挑戦となります。以上が、福士蒼太さんが、 芸能界から消えた10個もの理由についての調査結果です。いかがでしたか、福士聡太さんはテレビから消えたというよりも、舞台役者として新たな挑戦をしていると言えます。彼の演技力や魅力は変わっていません。今後も彼の活躍に期待しましょう。それでは、今日はこの辺で失礼します。 ありがとうございました。週刊少年鍵カッコジャンプで連載された久保美人さんの人気漫画、ブリーチの最終章が原作のテレビアニメ、ブリーチ千年地と世決千編の第2クール、ブリーチ千年地と世決千編決別弾の第15話ピース FROMSHAIDWS が、テレビ東京他で、 7月15日午後11時から放送される。トロレー城が消え、夕ハバッハによる世界の終わる9日間が始まり、星クロス騎士団が影の領域に進行してくる。ハッシュバルトは強楽のもとに現れ、全軍を瞬時に殲滅するよう命を受けていると語る。死神たちは、 その言葉通り的に蹂躙される一方だ。バズビーの前に立ちはだかるヒツガやトランギク。万事会を失ったままのヒツガやは、バズビーの炎に対抗しようとする。週刊少年鍵カッコジャンプで2001年から2016年まで連載された作品です。テレビアニメは2004年から2012年まで放送され、 劇場版アニメも4回公開されました。また、福士蒼太さん主演の実写映画も2018年に公開されました。この作品は、週刊少年鍵カッコジャンプの看板作品の一つで、大変人気を集めました。そして、千年千歳決戦編は4クールに分けて放送されており、 1> 第1クールは2022年10月から12月まで放送されました。人気テレビアニメ、ブリーチの最終章、ブリーチ千年地と世決千編の第2クール、ブリーチ千年地と世決千編決別単、第2話のあらすじ場面カットが公開されました。第15話、ピース f r o m s h a d w s では。 トロレー城が消え、ユーハバッハによる世界の終わる9日間が始まりました。影の領域に飲まれたトロレー城に星クロス騎師団が侵攻し、狂楽のもとに現れたハッシュバルトは、瞬時に全軍を殲滅するよう命じられ、死神たちは敵に蹂躙されていきます。その中で、 ヒツガやトランギクがバズビーの前に立ちはだかります。万次会を失ったヒツガヤは、バズビーの炎に対抗する方法を模索します。ブリーチは、週刊少年鍵カッコジャンプで、2001年から2016年まで連載されていた作品で、死神、クチキルキアと出会い、死神の力を得た主人公、 黒崎はじめ守ると、仲間たちの活躍を描いています。千連千歳決戦編は原作ラストまで制作予定となっており、テレビアニメ放送は2012年3月以来、約10年ぶりで、2022年10月12月に第1クールが放送されました。テレビアニメ、ブリーチ、 の最終章、ブリーチ千年地と世血戦編、の第2クール、ブリーチ千年地と世血戦編決別ターンのノンクレジットオープニング映像が公開されました。キャラクター愛称デザインは、原作、総監修の久保美人氏が担当しています。現在社会で過ごす私服姿のキャラクターたちの姿にネット上では、オープニングかっこすぎを、 ブリーチ感強い、これだよ。これ懐かしい、オープニングなんか、昔のブリーチ感あっておしゃれといった声が上がっています。週刊少年鍵カッジャンプで2001年から2016年まで連載された、ブリーチは、死神、口切るキアと出会い、死神の力を得た主人公、 黒崎はじめ守ると、その仲間たちの活躍を描いたストーリーです。コミックスの累計発公部数は1億3000万部以上で、ゲーム化。2018年に福祉蒼太主演で実写映画化もされましたほか、テレビアニメが2004年から2012年まで放送されました。テレビ東京系で、 テレビアニメ、ブリーチの最終章、ブリーチ千年地と世血戦編の第2クール、ブリーチ千年地と世血戦編決別弾第1話が8日に放送されました。ネット上では、主題歌エスター S が流れる中、現在社会で私服姿のキャラクターたちが登場するオープニング映像について、 オープニングカッコ良すぎえ、ブリーチ感強いこれだよ。これへ懐かしい、オープニングなんか、昔のブリーチ感あっておしゃれといった反応があります。ブリーチは、<わ>週刊少年鍵カッコジャンプで、2001年から2016年まで連載されていた作品で、主人公、黒崎はじめ守るが、 死神の力を得て、死神、朽ちキるキアと共に活躍するストーリーです。コミックスの累計発公部数は1億3000万部以上で、ゲーム化やに2018年には、福祉青田主演で実写映画化もされました。